メタバースとか3次元空間で消費するようになるから、うん、必然的にビジネスもそっちに行かざるを得ない、うん、投機の金って可能性にかけるわけじゃん、うん、自立分散なんて成り立たなくねっていう話があって、ちなみに DAO の概念って、うん、まあ、株式会社とは全然違うと思うんですけど、うん、目的達成されたら解散するとかあるじゃないですか、うんうん、その持ち分が株式みたいな感じで、例えば 33% 以上持ってたら拒否権発動とかではないんですか？全然わかんない。だから株式会社じゃんみたいなことなんだよね。そうですよね、うん、それを突き詰めていくと、うん、株式会社の仕組みの方が優秀じゃんってことが起きるって、うん、日本を代表する会社の社長は言ってた、うんうん、今ある種株式会社的なルールがないことになってるから、単なるこのインサイダーやり放題の場所になってるから、幻想を作ってこうタッグ組んで何人かで価値を上げて売り抜けるとか、株式会社が今まで整理整頓してきたものを整理整頓してる最中だから、まあ確かに結局同じじゃんみたいなこと言ってて、まあそれもそうだよねみたいな諸説あって疑いながら進んでいくみたいな。DAO とか Web3 の概念的なものは、俺はそこまで理想的には進まないと思う。でもメタバースみたいな 3DCG 空間みたいなテクノロジー的なものはどん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 進化するから、ぶっちゃけメタバースとか NFT とか仮想通貨が出てきても、本当にフラットな自立分散型組織にはなんないと思うんだよね。確かに、誰かが意思決定しないと決まらないですね。そうし、ある種格差はやっぱり出るし、うんうんうん、なのだがテクノロジーとしてそっちの方がリッチのコンテンツに人は流れるっていうのは間違いないから、うん、メタバースのフォートナイトとかエピックゲームが儲かるみたいな話じゃん、うんうん、それはもう変わんないと思うよ。そうになるか自立分散型になるか置いといて、テクノロジーは成長するから俺はそこに貼っておくっていう、混ざってんだよね。テクノロジーのメタバース技術とか 3DCG 技術とか DAO 的なことができるとかブロックチェーンとかテクノロジーの方と、そういうものが実装された時に人間は本当に中央がなくなって自立分散的に生きられるっていう思想の方が両方あって、思想とテクノロジーがあって、俺思想の方はそんな綺麗に理想郷にならないと。自立分散的なフラットな中央がないってことが理想ではないって気づくんだと。仮想通貨とかそれこそビットコインの世界だと明確にメリットあるから、お金が集まりやすいっていう点で、まあ、DAO の概念とかすごく相性がいいなと思うんですよね、一歩間違えたら詐欺みたいになるけど、成功したら通貨の信用も上がるから最初の初期の人がめっちゃ儲かるみたいな。そうね、座組じゃないですか。そもそも本当に価値があるかどうかって決めるのは、そもそも別に札にも価値がないって言ったらそうなんだけど、今あまりにもふんわりしてて、その話で言われたのに、どうしたら詐欺できますかみたいな話を聞いたら、もう俺のサロンメンバーとかと、あと有名企業家と結託して、俺じゃあ例えばミノアヤってラーメン屋あるじゃん、ミノアヤで使える仮想通貨とか NFT みたいなデブコインみたいなのやりますと、食えば食うほど集まります、金が上がりますみたいな、何人かでガーって価値を上げてババ抜きじゃないけど最後に価値が上がって大量売るとかバリュー騒動であったの。ありますね。今だから絵とかも、俺がそれこそ今ある猿の絵みたいなハイボールの絵を100枚出して、こんな NFT いらねえよってなるかもしんないけど、要は100枚ある中の最初の1枚2枚をお金持ってる人と買い合って買い合って値段上げまくれば、このナンバーワンナンバーツーが価値上がりまくるんだから、3も4も5も上がるはずだってみんな買うじゃん、投機で、その瞬間バッて売れとか、そんなことが起きまくってんだって。ほとんど価値はないものを今みんな作ってる、 NFT もどきみたいにやってるけど、結果単純に仮想的なデジタルのものも価値があるよねって時代に絶対なるじゃん、その時に別に NFT 技術が必然ではないけど、使われるようにはなって、当たり前の技術になるけど、そうなった時って多分ことさら俺らみたいな人間が NFT だとかって思ってないと思うんだよね。裏側でそういう技術が使われてるだけで、お札の印刷機がなんだとかさ、銀行がどうやってるとか意識しないで使ってんじゃん、っていう風になるような気がするよね。
普通に欲しいから買ってって売買できるみたいな感覚じゃない、うん、が当たり前で、だから俺らはそれ新しいが NFT だって言ってわーって騒いで詐欺に引っかかったり儲かったりするけど、うん、この後の俺らの子供みたいな世代は別に NFT だとか言わずに普通にもうちょやって高くなったから俺らが遊戯王カード買って売るみたいなことをデジタル上でやってそれを下支えする技術が NFT って呼ばれてるってぐらいなもんだよ。まあじゃあ本質的には変わらないっていうことですね。遊戯王カードとかでやってるようなことがデジタルに移行してでもデジタル上で今はそれやるとコピーできちゃうけど NFT があったらコピーできないよねって話なんじゃないの基本的には。NFT の会社作るとかって相当難しいと思うよ、うん、どっちかっつったらその市場のハード作る会社があってインフラ作る会社があってクリエイターとかが活動しやすくなったり、クリエイターとかが自分の活動を続けられるような可能性が増えるって感じなんじゃない。クラファンができたりノートができたりして昔だったら食えてなかったクリエイターが食えるようになったみたいなことがもっと広がるって感じかな。じゃあなんかもう抜本的に世の中変わるというよりは、うん、でも抜本的に変わるんだと思うよ。生きてるとそんな抜本的に変わったって思わないんだよね多分、うん、iPhone が出てもさ振り返ってみるとめちゃめちゃ変わってるけどさ、はい、今日から変わるとかなんないじゃん。10年前こんなことやってなかったよねってことばっかりになるけど、うん、バンってこの日から変わるわけじゃないから、やっぱ聞けば聞くほどそれこそ5年前の YouTube とか2年前の TikTok みたいな、うん、空気感はすごい感じるので、なんか何が大事かって言うとめちゃめちゃシンプルに今流行ってること一ちょがみすることよ。一ちょがみすることで、ね、とりあえずやっとく。俺だってとりあえずツイッターやってたから今があってさ、うん、向いてる向いてない運があるなしはあるけど、はい、とりあえずやっといたら、うん、早ければ早いほどポジションを築ける可能性があるから。そうですね、勝手に知見もたまりますしね。そう、とりあえず楽しんでやっとく。今何やったらいいか分かんなかったらとりあえずフォートナイトやるとか、はい、もうちょっとそういうテクノロジー興味ある人はその 3DCG 空間自分で作ってみるみたいな、うん、それが仕事になんなくても全然違うもんそれだけで、うん、確かになんか NFT 買ってみるとかでもいいと思うよ。その詐欺でも問題ない範囲で NFT の絵買ってみるとか、うん、OpenC で売買してみるとかだけでも全然違うじゃん。だってお金 2.0 出た4年前とか、うん、ビットコイン買ってたらとんでもなく上がってるわけだから。そうですよね、本読んで何か買ってみたり、うん、売ってみたりするっていうので全然人生が変わる可能性があると、うん、Twitter とか出てきた時とか YouTube 出てきた時とかとりあえずアカウント作って発信してた人ってワンチャンあったじゃん、うん、はい、今もとりあえずなんかドットの絵描いて NFT 売ってみるとかよく分かんなくてもやってみる人にチャンスがある市場だと思うよまだ。そうですね、うん、ということでぜひ皆さんもやっていただけたらなと思います。知れば知るほどやっぱめちゃくちゃ面白いなって思います。面白いと思うよ。しかも上の世代のおじさんおばさんわけわかんない話だからね、はい、だからわけわかんないけど、うん、絶対来るっていう感覚はあるんですよね、うん、間違いない。だって今子供たちは基本そういう世界に生きてるからね、うん、ぜひ視聴者の皆さんも調べていただけたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ご視聴いただきありがとうございます。箕輪康介がやってる箕輪編集室というオンラインサロンがあります。この YouTube で話しているようなことをもっと深く書いて投稿していたりしています。他にもいろんなプロジェクトがあって実際に雑誌を作ったりなんかサウナイベントを企画したりっていうのをみんなでやっていきます。実践の場所となっていますので興味ある人は入ってください。よろしくお願いします。